はい、皆さんこんにちは。あの、稼げないんで、ボクシング配信とかトレーニング配信稼げないんで、僕稼ぎたいんで、配信業がメインなんで、稼ぎながら配信も楽しくできる企画を考えました。風船10個でパンチ一発、1時間限定でやりたいと思います。行きましょう。お願いします。ありがとう。お疲れ。失礼します。ひろしきさん、風船を8個プレゼントしました。バーガーは採用してません。風船のみです。途中までしか見えないの私だけ。風船10個でパンチ一発です。はい、バーガーありがとう。今回風船のみです。クミタンアットマークの中心さんはドツ頑張って連絡たりする。デシモンさんタイトル iPhone でも見えない。 iPhone でも見れない。マジでモブさん、風船を10個プレゼントしました。ちょっと待って、じゃあちょっと待って、バーガーをプレゼントしました。あ、風船10個ありがとう。ちょっと待って、ちょっとストップストップストップ、ちょっとストップね。なんでタイトル見えないんだ。はい、あれ、はい、風船ありがとうございます。モッチさん、モグさんありがとうございます。下さんパンチ1までしか見えない。カズミチ、ワドプロ配信者さん、1時間限定、風船ショップでパンチ1発します。すごい。
ありがとう。さあみんな、うろつーくしてくれ。ナゲッツさん、風船を10個プレゼントしました。風船10個、ナゲッツさん、ありがとうございます。ありがとう。さあ、どんどん来い、どんどん来い。小田井さん、風船10個ありがとう。ワンツーは20個だね。小田井さん、風船を10個プレゼントしました。風船10個ありがとう、小田井さん。ナゲッツさん、風船を20個プレゼントしました。風船20個ありがとう。10個ありがとう。プレゼントしました。さあ、じゃんじゃん来い。風船100個ありがとう。ありがとう。ナゲッツさん、風船を50個プレゼントしました。風船50個ありがとう。ありがとう。じゃんじゃん来い、じゃんじゃん来い。ハッチアットマークひでもすかずみちライフ、3風船を400個プレゼントしました。風船400個ありがとう。ナゲッツさん、風船を10個プレゼントしました。ナゲッツさん、風船20個ありがとう。ハッチ、風船500個ありがとう。Thank you.
1300個貼ってありがとう。ナゲッツさん追いついてない。ハッチごめん、小刻みにやってもらいたい。100回いきます。900個、ちょっと待って、800、ちょっと待って、800 1700 270回、270 270
マジか。ありがとう、ハッチ。2700花火ありがとう。値段設定間違えたな、これこれやばいよ、値段設定間違えたわ。花火一発で10回にしとけばよかった。アホだ俺。130回あと、はあ、130回ですね。電波なくなった？やべえなこれ。きつっ。
と90回ありがとう。モンタサクランボさん110回すっげーな、これ壊すな。あと100、いや違うよ、100と100、ナボコフ、あと210、ちょっと空気読んで、ハッチ、あと210、今終わって230終わったのにまだ210入ってんじゃん、空気読んで、ハッチ、空気読もう、徐々にみんなで盛り上げていかないといけないのに、もう俺右肘ぶっ壊れてるからね、右肘ぶっ壊れてるから、これハッチ、空気読もう。210かよ。
いや210無理だ。もう無理だよ。210無理だって。ちょっと待って待って。210無理だって。それ値段設定間違えたって。俺何発パンチ打ってんだよ。この30分で止まらないでだよ。肘壊すわこんなの。ちょっとごめん。俺値段設定間違えた。おかしいでしょ。だってもう500発パンチ打ってんだよ俺。おかしいでしょ。30分でノンストップで500発のパンチは壊れるって。ちょっとこの210やんないとダメ。これやんないとダメ。210発これあれやらなきゃおこなパターン。みんなちょもうマジで肘痛いんだって。五代さんやめて。 W ちょ値段設定間違えたんだってマジで。マジでハッチ、いやワド2じゃねえわ。いやほら300個に増えちゃったよ。310発無理だって。ちょ許して、ほんとごめんなさい。ほんとすいません。値段設定間違えました。ほんとに許してください。ほんとお願いします。許してください。ほんとすいません。ほんとすいません。ほんともう風船勘弁してください。もうほんとにすいませんでした。ほんとにすいません。許した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 。これ許したパターン。これみんな優しいから。これ無理だよ。もう300発も400発もこんなの。暗記がないから、じゃあ許した人は手挙げ。許した人は手挙げ。許した人手挙げでいこう。これ無理だよ。一発パンチ5円は痛いよ。5円じゃない、10円か。肘壊れるって本当に。いやどうするこれ、どうする。いやだからその3000円分の何かをするから、3000円分の何か他のにして。パンチはじゃあ分かった、3000円分の他の何か言って。ハッチと3000円分の何かをするから言って。やるから。もうパンチ肘が痛いもん。4000円分ね。4000円分の何やればいいの。なんか提案してよ。4000円分の何か、みんなが大好きなやつでいいよ。腹筋、じゃあ腹筋40回でいい。腹筋40回でいいですか。腹筋40回ダメ。腹筋40回ダメ。腹筋40回。いやいやおかしいでしょ。風船1個で1回おかしいでしょ。40回そう土下座もしたわけだし。どうする、どうする、マジで。なんか少年足部みたいになってるよ。じゃあ何、じゃあ蹴り100回は、蹴り100回で1回したら、蹴り100回でちょっとチャラにしない。蹴り100回マジで、マジでねえお願いだから、蹴り100回で手打とうよ。ノイズ来てる。ハッチアットマークひでもすかずみちライフサントリーアイ。どうすればいいんだよ。イレブンさんみんな厳しい。どうする。この4000円古代さん400回、400回無理でしょ現実的に考えて。じゃあ分かった、じゃあ分かった、手打とう。スクワット200回、どう。スクワット200回、ノンストップ、ノンストップ、スクワット200回で手打たない。この4000円分は OK。スクワット。スクワット200回。分かったよ、もううるせえわ。400回やればいいんだろ。あ、もう嫌いな、お前ら。
ねえ、もうやっぱやだよ、肘痛いよ、肘が痛いって、肘が壊れるって、これ肘壊れちゃうよ、俺のパンチが。お腹へこんだよ。みんな俺はやったよ、俺はやったよ、有言実行だよ、帰ろう。仕事サボちゃんさん、だだっこ払いテーマだ。俺はやったよ、約束守ったよ、みんなと、みんなとの約束破ってないよ、俺はやりきったよ、やりきったわ、配信者としてやりきったわ。99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 
勝ったよ。勝ったよ。
完全に勝ったわ。完全に俺の勝ちだよこれ。いやいや、約束守ったでしょ、配信者として。完全に約束も破ってないでしょ。これでテルチャンピン倒すから俺、絶対負けねえから。ミルバーシュさん、なかなかやるじゃん。ああ、俺のパンチ見えなかったんじゃねえの、早すぎて。多分画面越しだと超ゆっくりに見えると思うよ。よし、パンチ編終わり、キック編いきます。キック編いきます。古代さんリングで今のパンチやったら見直すわら。キック編入ります。リングで今のバルチャーだと多分普通ね、テルチャンピオンいついけない。よし、蹴り蹴り行こう、蹴り。サボちゃんそれノーカウントだから、サボちゃん花火1個だから。値上がりしたから。インフレが起こってるから今ね。ちょっとこっち側の都合で申し訳ないんだけど、よくルール読んでください。インフレが起こってますんで。疲れたんだけど、めっちゃ疲れたんだけど。おはよう乃木編。乃木編おはよう。見えない。お前らが言ってた腰を使いってこういうことだろ。腰と連動してるから、傘が。ついに俺も腰の入ったパンチ打てるようになったかも。これがドレさんが言ってたやつだ。これがドレ深夜食堂さんが言ってたドレ流だよ。ドレ流、ドレ流ジャブ。俺にはワンツーとかいうね、ワンツーとかいう概念ないから。ワンミリオンだから。
そうだな。古代さんどれに怒られるわら。え？いや、ドレさんが腰に入れろって言ってたから、もう全部連動してったの、これ。膝も柔らかいでしょ。膝も柔らかい、腰を使って連動して勝った。腕はついてるイメージ、勝手に出る。これで、ね、ドレさんの言う通りや。全部言ってる通りじゃん。足から腰を使って肩、腕はくっついてるだけ。膝を柔らかくする。そういうことになるでしょ。そういうことじゃないの。違うの。見られんの怖かったら配信者なんかできねえから。ルックミン。帰る？帰ろうぜ。めっちゃ疲れたもん。シンさんブレイクダンスできそう。ブレイクダンスできるかな。 B-boy だからな。うん、俺のパンチ満たさでね、やっぱみんなね、風船くれた。雑談する？和道ダンスだよ、和道ダンス。今度さくらんぼさん見てると面白い。
面白い。見られてたら、ルックミ。帰ろっか。帰ります。いい運動になったな。また強くなってしまったな。見せもんだもん俺。また強くなってしまった。私の強さには再現がない。フレーバーさんはどうより強いヤッコに会いに行く。私より強い男などこの世には存在せん。今日の配信クレームが来て、ほんと金返せって言われてもしょうがないレベルの配信だったな。今日の配信はねちょっと和道らしくなかったね。ほんと多分ツイッターにね、もうほんと金返せメール、そんなことなかった。大丈夫、ちゃんとわらわら撮ってた。大丈夫、いける。そう、どちらかというとニコ生に寄ってみた感じだけどね、俺は。昔のスタイルにちょっと寄せてきた感じはあるよ。ただね、みんなが思ってるより今日疲れたから。結構しんどくて、マジ肘ぶっ壊したから。30分でね、500発のパンチできついって。あ、好きか。そうだったんだ。配信ってわかんねえな。ほんと配信ってわかんねえな。奥が深えわ。マジ奥深えわ。サービス精神の塊だからな。今来た。誰にキックするんですか。いやもう空打ちですよ。いいよ、風船1000個でパンチ100回でもいいんだよ。風船1000個でパンチ100回でも、花火1発でキック10発でもどっちでもいいよ。まだ間に合うよ。まだ今なら間に合うよ。そうだね。全ジャンルをカバーしてるからね。
クラシックから K-POP までいけるアーティストだな。3ヶ月に1回とかお前結構あれじゃねえか、遠いスパンで考えてるな。結構そんなに見たがってねえじゃねえかよ。っていうか絶賛してるの1人だけだからね。113人リスナーがいてこの配信褒めたのお前だけだから。めちゃめちゃコアな層にだけ受けてる配信じゃねえかよ。マジで子さんからクレーム来るんじゃねえかっていう。今日の配信マジでダメ出しそうで怖いわ。今日の配信なかったわみたいな。マジで子さんから DM 来るレベルだよこれ。ワードちょっと今日のはないわつって、しばらくアイテムやめるわって。お疲れへんのんたん、クレーム来てもおかしくないレベル。風船13個ありがとう。ありがとうございます。やべ、13個なのに13発やってきた。もう数のカウントがおかしくなってるわ。数の感覚がおかしい。フレーバーさん、いやまあそらできれば毎日でもこういう飲みたいけど、そうは世の中通りが通らないでしょ。 W カエルさん、わらわらわら。ああそうだよ。いやマジでね、肘ぶっ壊れるこれ。マジで肘ぶっ壊れる。お疲れ様。帰ろう。フレーバーさん、現実的に言えばこのくらいが妥当でしょ。そうだな。ワドウ自身も毎日体持たないんだ。思った、値段設定間違えたこれ。こんなん死ぬって。冷静に考えたらさ、だってさ、花火じゃなくて風船なんてさ、時間制限1時間で5万発でも6万発でもいくらでも撃てるじゃん。俺何考えてんだと思って。ワドウリスナー金持ち多いの忘れてたわ。あーていうか雨ひどいな、思ってたより雨ひどいんだけど。え、雨こんなひどいの。パソコンつけて帰れねえじゃんこれ。どうする、どうする、これマジピンチなんだけど。俺今果てしなくピンチなんだけど。え、ちょうど汗流していいっていうか、パソコンが壊れるっつーの。パソコン壊れちゃうよ。え、なんで、なんか日本地図広げてあるんだけど。ちょっと待って、どういうことこれ。え、なんで日本地図広げてあるの。全然意味わかんない。なんで日本地図、どういうこと、どういうことこれ、どういうこと。え、どういうことこれ。バス何これ。こっから入るなみたいな、結界的な。傘のアートかよ、新しすぎるわ。マジ芸術家だよ本当。雨、あ、雨止んでる。
いけるいける。帰ろう、このまま。なんだろうね。傘で遊ぶなっていう。AT フィールドみたいになってたからね。あれ完全に AT フィールドでしょ。マジタフだよな、ほんと。みんなタフ。みんなタフすぎるんだって。強すぎるよ。精神力が強すぎるんだって。何だったんだろう、あの地図が広げてあるのは。マジ謎なんだけど。何の意味があるんだ、あれ。いや、タフマン一番うめえから。分かってるわ、フレーバー。タフマンが一番うめえから。本当俺タフマン大好きなんだよ、昔から。マジ分かってるわ。有田さん寝てる？ヘイスー。ワードです。戻ってきましたね。どうすか調子は。どうってことないよ。雨これから降るだろ。いや、もう降ってますよ。結構小雨だけど、こっからザーッと来ますよ。明日やばいっすか。明日やばいっす。明日本降りです。濡れちゃって大丈夫なの？やばい。傘ないからな。あ、いい、全然全然。有田さん、俺4月からさ、この辺からいなくなっちゃうよ。日本全国旅する。あ、帰ってくるから。部屋は残しとく。部屋は残しとく。また来ます。旅出る前に挨拶来ます。一旦お疲れ様です。はい、ワード2。あー、ダメだ。ごめんごめん、あの雨本降りだわ。一旦家帰ってから配信します。お疲れ様です。一旦家帰ってから10分後とか15分後に会いましょう。ごめんね、申し訳ない。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。